ハローエブリバディ。世界で唯一のラブホテル評論家、日向琴子です。漫画家でもある私は、日本の文化、ラブホテルのことが大好き。この番組は、そんな私が今大注目のホテルを紹介する、ラブホテル情報番組。ラブホテル評論家、日向琴子の、ハロー、ラブホテル TV。今回は、埼玉県大宮にある、ホテルレッツを紹介します。ハローラブホテル TV。 こんにちは、ラブホテル評論家の日向琴子です。今回は大宮駅東口から歩いて3分のところにあるホテルレッツにやってきました。こちらのホテルは1階と地下に飲食店が入っています。そしてお一人様やカップル利用に嬉しいプランがいろいろあるほか、このエリアでは唯一のVR ゴーグルがあったりするそうです。どんなお部屋があるのか早速行ってみましょう。大宮駅東口から歩いて3分のところにあるホテルレッツは繁華街の中にあり、1階に飲食店が入っています。フロントにはウェルカムドリンクや入浴剤のサービスがあり、パネルでお部屋を選んでチェックイン。フロント横にはウォーターサーバーがあるので、ウェルカムドリンクのお湯をここでもらいましょう。さらにフロントにはカップ麺やお菓子といった軽食の販売もあり、宿泊時には一部屋一本無料になるウェルカムドリンクがあります。広いロビーには水槽があり、お魚たちが癒してくれます。シャンプーや枕も無料レンタルできるので、気になる人はお部屋に持って行ってくださいね。水槽の裏には広いウェイティングスペースがあり、パソコンも使えます。希少なフィギュアも飾られていて、待ち時間には VR が無料でレンタル可能なので、待ち時間も楽しめます。フロントで必要なものをピックアップしたらお部屋に向かいます。それでは早速ホテルおすすめの209号室に行ってみたいと思います。どんな感じのお部屋なんでしょうか。最初に紹介するのはホテル自慢の209号室。天蓋付きの大きなベッドがエレガントなお部屋です。すっきりとした動線でテレビも大きく見やすい位置にあり、電子レンジやお茶セット、ドリンクの自動販売機などがあります。個別包装のスリッパがあるのも嬉しいポイント。そして大宮で初という VR のゴーグル。休憩利用の場合は500円、宿泊時は1000円でレンタル可能です。209号室のバスルームは広くて清潔感もバッチリ。シャワーの出もよく使いやすいです。部屋置きのシャンプー類はヒアルロン酸や高級アルガンオイルを配合したハイグレードなマヨシャンプー&マヨトリートメント。使うたびにキューティクルが整い、綺麗な髪になります。続いてのお部屋は302号室です。どんな感じのお部屋なんでしょうか。早速行ってみましょう。続いて紹介する302号室は、入ってすぐ左手にシャワールームがあります。2人で入って密着具合を楽しめる広めの作りで、オーバーヘッドシャワーやボディシャワーがついています。ゆったり座れるベンチがついているので、一人は座って一人は立って、お互いに洗いっこするのも楽しそう。こちらにも当然マヨシャンプーが置いてあります。ボディーソープもバー油なので、お肌がしっとりスベスベになりますよ。コンパクトな作りのお部屋は機能的な配置で使い勝手が抜群。アメニティなど必要なものは一通り揃っていて、手ぶらで行っても大丈夫。電子レンジや冷蔵庫、お茶セットなどももちろん完備。ベッドの寝心地もよく快適です。というわけで、きめ細やかなサービスが光る大宮のホテルレッツ、他にもたくさん素敵なお部屋があります。ホテルレッツはビジネスマンやカップルはもちろん、女性お一人様でも安心快適に利用できるホテル。
好きな映画やドラマが見放題のビデオオンデマンドや高速 Wi-Fi 完備で、常にお客様の居心地を考えて進化しているホテルです。大宮駅近辺でホテルをお探しの際はぜひ行ってみてくださいね。大宮駅東口から徒歩3分、1階には飲食店も入っている居心地の良いホテルレッツでした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。